イコラブとのいみーちゃんの第三のグループができるっていうのだからだからこうねお別れするアイドルもいりゃ生まれてくるアイドルもいるんですよそそううかかほんま時の流れっていうのは止まらないんですよなんか複雑な気持ちじゃないこれはまあもちろんね本人らはさどの本人ら えーとイコラブの意味の本人らはさああもちろんその楽しみですとは思ってでは言うやろうけどね、うん、それはそら複雑やと思うよ、うん、もちろんだってないものが生まれてくるねあのこれもどっかでもしかして言ったかもしれへんけど「うん、パイ」は決まってるやん。おっぱいなんでな曲イ言えないんですか私はそれもう連想ゲームされちゃうんですか全部。 ねえ。なあ。どう思うみんななんでこれ私受け止めなあかん <laughs> 受け止めなあかんよ。受け止めなあかん、絶対に。なあ。なあ 全然みんなもお話聞いてくれへんけどさごめんちょっとやっぱりたけしの話が出たからそれで引っ張られたかもしれんあパイあそんなん言うとったんかそんなんあったやろそんなあったやろギャグ漫画やったからおえ何の話やったっけ何の話やったマジでパイあっパイああそうだからそのアイドルファンっていうものは別にアイドルが一個生まれたからといって人口が増えるわけじゃないやんねっ だからアイドルファンというのはある一定ぐらい追ってその中で取り合うわけでしょ取り合うというかまあを推しへとかいろんなことまあまあ別に同時に応援できないわけじゃないけどねそれはやっぱちょっと複雑な部分もあるやろうけどでもさあのやっぱ指原あのはさ大統領はさ指原国務大臣はさ。 <laughs> やっぱさもう、うん、全部分かった上でじゃまあもちろんその一人の話じゃないやろうけどものすごいもまれてきた人やからねっそうか。自分も経験してるからね。経験してるんだから下からの突き上げの時に上を守る自分がいかに強くなれたかとかも知ってるわけよ、うん、経験則で。それがないと、うん えーとサボリーるとかいっぱいいろんな感情をうにゃーってしてそこで強くなれっていうのもあるんじゃないって言っとったのは YouTube でね、うん、えーとオーディションの時に指原さんに言われましたとアイドルっていうのはあの苦しいことの方が多いよっていう,、うん、うでそれをもうやっぱオーディション合格したてのアイドルに言うっていうところよ。うんうんうん いやすごいよねやっぱもう君友割拠というか、うん、あまりにももう戦国時代すぎるところで生きていくっていうことですよねどうする<何>これはもうでもでここでうちらが何をしなあかんかっていうことはどれぐらいこびるっていう <laughs> 新しいグループにど,どれぐらいこびるっうだってもうイコラブはもう無理やん <laughs> <laughs> ちょっと楽しみそこで出そう。 だいぶニューヨークに取られた気がするねうちの中でまあニューヨークですらっていうとこもある終わったしなイコノイどうですかもえそうねいやいやそれクールで終わるそうあじゃあまたチャンスあるかあ喜んでしゃくれんなんたそうなんだそうなんでしゃくれんねんそうやでだからそうやなじゃあまたチャンスあるかえイコラブいやもう無理もう M ステてたから エム捨ててた芸人の MC はもちろん無理よえ無理え、芸人じゃないよ。え、あ、あ、アイドルアイドルあ、そうそう、アイドルね。うエム捨ててた芸人って言ったから、訂正しました。分かったよ、それを言わんでえそれもわかったから。気づいてない時あるから、そういうの。言っていかないとみんなも言われへんくなるから。パイ、おっぱいのやつが言うな。パイパイじゃない。 夫婦じゃないので第2の事故お子さんといてくださいほんでほんでいやだからどう思ってるいやだからそのまあノイミちゃんとズブズブで生きたよえうちの思いよこれはいやそれはそうよ私ももちろんそうよやっぱだからもう「イコラブ」のライブ見た時にもうノイミをここに立たせてあげたたいっって言ももんうノイミとして喋ってたからね。 イ <laughs> コラブの役割見た時にもうノイミーを立たせてあげたいって思う,うん、うん、まあまあもちろんちょっと過ごした時間が違うからなそうやな12人とほんまがっつり喋ったからな、うん、ノイミーに関してはそうね、うん、結構半日以上一緒におった時があったからありますからね <laughs>、うん、そう思いますよね、うん